今年3月26日の開業予定まで80日を切った北海道新幹線。まずは新青森から新函館北斗までが開業し、その先の新函館北斗から札幌間は2030年の開業を目指しています。現在東京駅から函館駅まで最速でも5時間30分を要しますが、北海道新幹線が開通することで4時間2分で結ばれることになります。札幌まで伸びた場合、東京札幌間は5時間1分、東京新函館北斗の通常料金は22,690円の予定です。昨日 JR は訪日外国人旅行者向けのフリーパスの販売を発表。このパスは大人26,000円、子供13,000円で発売され、発行日から14日間のうちの任意の6日、南北海道エリア、東北地方を含めた東日本エリアの新幹線と特急列車を自由に利用できるという内容になっています。この大変お得なフリーパスが外国人向け旅行サイトで紹介されると、海外でも人気の新幹線ということもあり、大きな反響を呼んでいました。寄せられたコメントの一部をご紹介しますので、ご覧ください。かっこいいな、しかも意外と安い、乗りたいぞ。4月に北海道にも新幹線が。また北海道旅行に行ける時が来るのかな。乗るにはちょっと行くのが早すぎた。今北海道に10日間滞在してるんだけど、今週中には立つことになってるから。ふーむ、ニセコまでつながるにはまだ時間がかかりそうだね。北海道を走る新幹線か、乗るのが今から待ちきれん。いつかでいい、いつかでいいから乗ってみたい。東京から北海道まで行くとしたら結構な時間がかかるんだろうか。高度な科学が日常レベルで浸透してる国だよね。さすが世界に名だたる技術大国。新幹線で北海道に行けるなんてテンション上がるぜ。北海道に今よりも便利で安く行けるなんて嬉しい。待ちに待った北海道新幹線の開通。お得なフリーパスも発表され、海外の皆さんも興味津々のご様子です。本日も最後までご覧いただきまして誠にありがとうございました。それではまたこちらのチャンネルで皆様にお会いできることを楽しみにしております。